さあやっていこうか、バイオハザードシックスじゃー。コート、コート。それで、まあ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 、今の声、なんとなく受けたっていう方はね、チャンネル登録ボタンとグッドボタンを押していただけたら幸いでーす。こういう時だね。こういう何かイベントが起こる時だけは、ぜスムーズ。はい、ジェイク何もしてくれない。ほら、今みたいに間抜けってね、ただただ馬鹿にされるという簡単なお仕事ではない。あ、じゃあ、またやっちまった。はい、あ、もう目の前に。でん。あー、また力持ちになってる。ほんとにもう。やっぱりシェリーのためには何かを褒められてるんですよね。シンプルにみなぎってる。力がみなぎってきたーっていう感じで。いてあー、いたのね。気づかなかった。音がね、なんかもういろいろある感じで、もう本当に。もう、やばい。持ち上げられた。やばい。とりあえずちょっと暗すぎるので明るくしていた。はい、あちょー。おにゃろー。いや。来てるんだったら、もう、本当に。頑張ろうよ。ちょっと、頼みますよ。うん、よし。オッケー。で、こいつはだから、うん、ね、確か6発か7発って壊すことができるから、オッケー。うん。よし。で、とりあえず先に進んでいって、チャキンと取れて、で、ドン。ドン。よけい。あ、なんかほんと、ネオンがいいって感じがするよね。この間、ちょっとね、会社の出張でね、新宿歌舞伎町に行ってるホテルっていうか、まあ、ちょっと泊まりたいというか、勝手知ってるホテルがさ、系列が新宿歌舞伎町にあったからですね。まあ、あそこは、まあ、その、やばい時間帯、まあ、夜も通ったりとか、まあ、本当にやばい時間帯にはいなかったからあれだけど、でもまあ、そこは、まあ、にぎやかっていうか、なんかいろいろ、会いたい。あ、違う、間違えた。そろそろ、油断しすぎの雨やられっちゅう。違う、いらないって、とりあえず、普通に食らったのはジェイク。あれ食らってたの、うん、あ、そう。はい。わ。ジェイクを連れてかないで。なんかこう、あれだよ。性的系の敵が多いよね、これ。二人だけか。こいつとうっさなくだけか。あは、いけましん。え、でもこれ、普通に。でもまた、そのままにしてると多分、出てくるよな。オッケー。でん。さあ、玉を込めて。愛を込めて、あったまを。でん。オッケー。まあ、ここでね、いろいろ、あ、でも、そうか、この状態でぶっ潰してしまったら、もう、あれなのか、中身何も出てこないんだよね。まあ、確かに、さなぎがなんか、ね、壊れると、中身は、その、熟成しないままになってるから、確か、なんか、もぬけの殻っぽい、そんな状態になるんだったっけ？さなぎなんて滅多に見れないですからね。まあ、何回か見たことはあるけど、そりゃ、僕だって両親があるからね、そっとしてたけどさ、その潰したりとか、なんか、うにゅうにゅうして遊んだりとか、そんな残酷な天使のテーゼはしないけど、よいしょ。毎回左利きに戻るのを、ぜひやめていただけたら幸いでございますってことなんですよね。まあ、ここの電話番号にかけると、まあ、多分怪しい業者につながるんで、久々に見えないかな。あ、ちょっとシリちゃん、頭どけて。そう。あー、やっぱあれだね、スカーフのせいでちょっと見えないから、もう、お尻眺めよう。オッケー。で、一緒に登って、ぴょん。ここは落ちないで済むね。なんだろうね、五金、なんとかいう。五金、牛。なんだろうね。五つの金色が光ってんのかな。もう何でもいいんだけどさ。よし、邪魔。で、オープン。ジェイク、開けたよ。おいで。さあ、入っておいで。
お姉さんと遊びまへんか、うふふ。でん、でん。あれ、これどっち先だったっけ？どっちかが先にある。ああ、これは壊してたんだ。へえ、ああいうとこなんかちょっと一周目のプレイとか見逃したそうな気がしたけど、そうでもなかったね。失礼です。で、ほい。ピュイッと、オッケー。あれ、これどっちの先に出てきたっけ？多分、あいつだった気がするんだよな。あいつじゃなかったっけ？ I know what I'm doing. そんなこともあるよ。まあ、いいか。よし、じゃあ行こう。あれ、使ってたんだ。それはすごい。よくするらしい。こいつ、くっつけ。こいつは何回も出てくるんですよ。マジで困るんだ。Don't get too close! You'll be ripped to shreds! Yeah, thanks! I know what a chainsaw can do! もともと開いた穴にあれかな刺しただけなのかな。でもね、ちょっと待って。あ、夜来た。おいおち、なんとか判定、愛知判定。よいしょ、バスが行き始めバス。よし。じゃあこのまま行きやしょう。で、顔がどうなって、あ、一応あるんだね。歯とか生えてたの知らなかった。もう全然歯とかなんか生えてる感じがしなかったもんね。よしよし。じゃあこっちかな。あるか。It's American。君登って。普通に飛行機やったんだろうね。で、ちょっと待って。冷静に考えよう。あの距離から、あの高さから落ちたら、このドアをくぐっただけで合流することはできないと思われるんですが、皆様いかがでしょうか？個人的には無理なんじゃないかって思うんだけど。ねえ、無理なんじゃねって思うけどな。そっか。できちゃうもんなんだね。Sherry, what are you doing here? I'm on protective detail. Yeah. I heard you became an agent. Why are you here? I'm tracking the man behind all this. Chief Security Advisor Simmons. There must be some sort of mistake. I report to Simmons. He's your supervisor. We're on our way to meet with him right now. Where is he? ということで、I need to know. 怖い、助けて、やめて。エッチスケッチツッチ。Let me handle this. イケメンとね、主人公の美人と、なんかちょっとおばさんが混ざってるんだけど、まあそんなことにしない。まあでもね、ちょっとまあ数少ないね、ファンがいるかもしれない。そんな人たちがもしいたとしたらね、ちょっと自分が言ってることは非常に申し訳危ない。主人公交代のお知らせ。世代でレオンが主人公になってないですからね。一応クリスさんはね、もともとクリスで始まった物語だったな。クリスで2013年ぐらいで、ね、Friend of yours.
この時が36年ってことは2023年現在46だもん。まだちょっと年食ったレオンさんを見るのも嫌だけどね。デスアイランドの初めてことかさってちょっとまだ見れてないんでな、見たいんだよね。さあ共闘しましょう。まあ、でもここでねこれを使っちゃうのはね、簡単なお仕事。とりあえず撃つだけでいっちゃうので、ごめんなさいジェイク、ごめんジェイク、めっちゃ差し出したわジェイクのこと。なんだ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 、バカなんだな、まあ、使えるだけのね。おやべ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 、痛い痛い痛い、そらそらそうなるわ、そら向かってったらそうなるわい。よいしょ、でよし、ああ逃げてた逃げてた、尻尾を巻いて逃げた。さあじゃあ今のうちにアイテムを回収する、そんな簡単なお仕事をしておきましょう。今のうちだわ。ここは何仕切ってんだライナ、元気かな。元気すぎてそのエネルギーが全部お尻に回ってくるから、まあ、どうかに回ってくる。なんだろうな、でもなんかやっぱ普通に見るとヘレナの方がおっぱいめちゃくちゃありそうな感じはするんだけど、でもシェリも負けてない感じはするんだよね。あ、ちょっと待って。間違えたね。間違えたね。まあ、まあ、いいかも。で、ちょ。あ、意外とあれ、邪魔になるんだな。ポチッとな。で、ここ登っていって、登ります。オッケーオッケー。で、そうすると、どうなって、ああなって、そうなって、あっちこっち、どっち落とします。あ、まあ、でもこいつをぶちのめしたところで終わりくらいで頑張ろうかなと思いますよね。だってこれ終わった後まだなんかしつこい牛乳員さんがたくさん出てくる回が確かあったはずなんで、もしね、まあ、僕これ何週もやってるかってだけど、あのこれ初見プレイだっていう人がね、ネタバレが大変恐縮なんで、まあ、まあ前も言ったように、バイオシックスにたくさんのね、しつこい時がね、出てきてらっしゃるので、もうあのこれをずっと見てくださってる方はご存知かもしれないですけど、あれこいつ何回出てきたんだっけって思うよね、このウスタナクさんに関してのね、はい、はい、出てきすぎて、出てきちゃったけど、よいしょ、で、オープンセスター、okay. ラクーンシティラの労働作業です。OK、よいしょ。I think I can fix this. Sherry. はいはい。運転します。On it. じゃあこれなら直せそうだなっていうね、こうなんかバイオに出てくるキャラクターいろいろ万能なんだよね。本当に。よし。Okay, let's move. NPC が操作してくれてる。あ、ちょ、ごめんなさいごめんなさいごめんなさい、すいませんすいません。なんか前々回くらいのヘリから落とされたのを感じちゃった。わーわーわー、ちょっと運転を任せられない系女子で、まあ、可愛いからいいか。さて第2ラウンド始めようか。これあれなのかな、今こっち向かってきたけどさ、めちゃめちゃ待っててさ、でいいめちゃめちゃ待ってて、でこいつあれなのかな、トラックじゃないバス走らせなくても、あ、ちょっと煙の中から真っ赤に走ってくるひょっとこやん。煙の中を走り抜ける真っ赤にひょっとこ。多分価値が違う。価値が違う。何やってんの、価値が違う。もうベラベラベラ喋る。何の、何を言ってんの、日本語喋れなくなっちゃって。そんな真実、お手手がんながーん。ネイルアートが大変そうな女子。元々はね、研究者だもんね。もう早くしちゃった。だからこいつを作ったやつ。こいつを作ったやつってわけわかんない。こいつを作ったのがネオアンブレアのエイダさんなんですね。あの青い服を着ているエイダさんなんですけど、そのエイダさんがエイダさんにめちゃめちゃ惚れてたのがウスタナクさんですね。だから実験に喜んで身を差し出しますわーってやった結果ね、あのネイルアウトがめちゃめちゃ大変なんだ。あれ、なんかどこからのブーンチローンってで、あー登っていらっしゃいませ。いらっしゃいませ。こんな彼女も子持ちなもんで、ね。ちょっと待って。いやいや、自分を巻き込んでしまうんだよ。
て手がちぎれるのがお仕事でございます。ちょっと気の気しなくなったの。あ、じゃああれだ、シンプルにあれだよね、ネイルアウトがめんどくさくなっただけのお話だよ。ちょジェイク、そんなさ、今このタイミングでキスを迫るなんて、ちょっとタイミング間違えてますよ。言っていい？あ、終わった。で、大概さ、こうチックスはこうやってやられたみたいなね、こう演出をしておきながら、ほんの一瞬月のタイミングとか月の人数量が出てましたみたいなのは、まあ、連続して繰り返されるっていうね、うん、特にエスモンさんとかもそんな感じでしたからね。はい、ということで、まあ、区切りがいいところになりましたので、訓練ビルで、集合しましょうということで、そこでキャッキャイチャイチャウフフしましょうと、サービスしてあげるわ、15年越しのパフパフしてあげるからって言ってるところで、大変ね、皆さんのフル息しているところかもしれないんですけれども、このあたりでね、収録させていただきたいというふうに思います。ということでね、本日も動画最後までご視聴いただきまして、どうもありがとうございました。また次回パートでお会いできたら幸いです。チャンネル登録ボタンとね、グッドボタンを押していただけたら嬉しいです。ということで、熱い炎天下の中、はい、さようならでございます。バイバイ。